というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。この回はどのような回なんでしょうか。うん、まあでもちょっとお知らせをしなきゃいけません。お知らせ、もうさ、はい、タクトのネタがないのよ。ドラゴンクエストタクトの、そう、ああ、ドラゴンクエストタクトのソシャゲの、エニックスが出したドラゴンクエストのソシャゲバンドタクトの、はい、ちゃんと言うたね。うん、はい、ないのよネタが。ないんだ、うん、ないね。多分ね、結構な人がそう思ってると思う。まあ別にそうなんじゃないですかね。うん、リアタイ配信とかさ、うん、まあやればいいけども、うん、でもそれほどやってないと本当にネタがないなと、はい。でまたもう一個報告しなきゃいけないのは、翼くんさ、はい、先週まで何をチャレンジしてた、うん、もう忘れちまったな。何をやってましたっけ。なんかやってたっけ僕。うん、一生懸命何かネチネチやってたよね。なんかネチネチやってたよ。でね、まあ今日これ実は、はい、いつもなら火曜日撮影してんだけど、はい、翼くんもゆかめろさんも、はい、撮影と重なって、そうですね、水曜日なんですよ実は。珍しい、しれっとね、もうすでに一本出ちゃってるけどさ、まあね、うん、うん、はい。ほんで、うん、本来なら翼くんの罰ゲームを、うん、罰ゲームを罰ね、今日やる予定だったんだけど、うん、あいにくの雨で、おめでたい、ね、翼くんが6回転してる間に我々雨の中待ってるの嫌だから、びしょびしょね。だから来週にしましたよ、うん、だから来週の火曜日に6回戦、うん、6回戦ね。で僕思ったんですよ、やっぱ、ああ、やっぱこれ1点で6回戦って今結構売りでやってんだけど、うん、そこに行ってさ、本当に6人揃うのかなと僕思ったの、うん、だから3回戦はしごでもいいかなと。2店舗、うん、まあもともと安いから、どうやったって安いからさ、別にそれでいいんじゃねえか。いらねえなあ、ね、だからまあその入店時の恥ずかしさを2回味わわなきゃいけないんだけど、うん、とりあえずそれで、あとなんかクイズでもやっとくよ。翼くんが何発発射できるかクイズやってる。いや、もう全員ゼロに押すよね、多分ね。全員ゼロだろうね、これね。来週なんですね、うん、はい、ということと、うん、まあやっぱり翼くんにはさ、エアプの翼くんじゃいけないと思うから、はい、何かミッションを課さなきゃいけないわけですよ。ああ、でミッションっていうと、まあ今またリアタイツももうちょっと面白くないから、まあ何ができるかというと、もう個人闘技しかないのよ。で、この間の個人大会も終わっちゃったしさ、うん、だからもう通常闘技でいいですよ、もう初心に戻ってね、普通のね。翼くんはもう1個しか筋トレ持ってないわけだし、だっけな、なんならもう今キャラが強力になってるから、まあまあエアップでも勝てるのよ。わかんねえんじゃないの、ほんとね、強力だから並べときゃ、まあまあそうそう落とされないのよ、うん、うん、で、まあもう今週中になっちゃうからさ、うん、来週ね、はい、だから14日、これ祝日になるんだけども、はい、この日の週、うん、と、うん、次の21と28と3週間で1個最低限筋トレをゲットすると。でもしこれがダメだった場合は、また皆さんにリクエストをしてもらって、罰ゲームを開催すると。なるほどね。ね、やっぱりいろいろ他にもありましたね、意見がね。でもあれですよ、これまた追い打ちかけて3回戦はしごかける3とか言われたらやる。ね、もうそれしかないから、あ、そう、だからまあそれで筋トレをゲットするミッションをつけましょうと、うん、なるほど、はい、まあこれがとりあえずお知らせですよ、うん、今回翼チャンネルからのね、うん、まあそしてまあやることがないと言いましたけど、まあ今何をやってるかというと、まあリアタイと、うん、指揮者の進展だよね、まあ、はい、でみんながなんかああこうだよ言ってやってるでしょ、うん、あと配信系の攻略者さんは一生懸命さ、ギラのレベル何とかなんか一生懸命出してるよね、うん、はい、ああ、でもさ思ったんだけど、これ以外やることないよね。まあ現状そんな気はしますけどね。僕本当に、はい、今週からさ、はい、特技強化とかが2倍になったからさ、はいはいはい、ようやっとなんかやることが見つかったけどもさ、はい、まあなんつうか、もうずっとこれやっててもいいんじゃないかぐらい、この指揮者の神殿で無駄に特技書使うの、やっぱ、うん、使わないキャラを導入しなきゃなんないの、系統ごとに。だからこれはもう常時開催しててよかったんじゃないかと思うんですよ。まあでも結局タクトを開く、特技書を集める、うん、終わり、まあ、これで終わりますからね。こうなっちゃう、うん、でまあ別にさ、リアタイだって翼くん一生懸命レジェンド目指してやってたけど面白かったですか。いやもう僕は本当に苦行だった。ちなみに最終週、なんとか罰ゲームを避けようと翼くん一生懸命レジェンド目指したんでしょ、はい、でもあの伝説のおてんまるは、うん、スルーしたらしいですよ、あのフェーズ。あれ、厳かったからね、あれね。いやー、マジ後ろの2体何も届かねえじゃねえかぐらい、うん。速攻が効かないマップでした。おてんてんスルーしたらしい。なるほどね。そこまでの大きな、アドバンを利用して、お休みしたらしいですよ。そうか、そうか。うん、
そういうことか。そんなことで一生懸命翼くんはさ、違和感だからさ、頑張っちゃったのね。いやもうマジで楽しくなかった。おてんてんが投げるフェーズは無理に決まってるガチ受けならまだしもさ。そうですね。でもさ、本当にこの、なんていうのかな、はい、やっぱ指揮者の進展とかもやってたと思ったんだけど、うん、なんかもう、いろいろとバカバカしいと思ってた。うん。ね、で僕も思ったんだけど、はい、僕これキャラ手に入れる前にもうやめちゃうんじゃないかなと思った。指揮者やめる前ね。果てしなさすぎちゃってさ。うん。まあ、結構先ありますよね。ね、我々トレース陣はさ、自力が効かねえのよ、うん。だからもう配信者待ちをするわけじゃん。はい、その頼みの綱の配信者さんもみんな美課金なわけですよ、うん。下手したらできないんですよ。はい。僕はいつまで待っちゃいいのかなと。他の配課金配信者が出てこないと。そう。はい。っていうことですよね。うん。なんだかわかんないけど、向きになってやってる人たちって、意外と、配信してる人っていないじゃない。うん。うん。だからもうなんか、うん、ゲットできないんじゃないかと思ったのともう一つなんだけど、うん、ワンチャン、うん、この5点マプラスアルファのこのキャラクターですか、何体ぐらいですか、8体ぐらいいましたっけ、系統ごとにあるから8体ですね。売るんじゃね最終そういう力技出るんじゃね、もうやっちゃえっつって。そう。あんのかね、みんなが取れる頃に売る。やべえぜ、それ、ほんとに。いや、でもやりそうだからね。まあまあまあ、別にね、気にするじゃねえけどさ。そのウォーミングアップとして、今回のあの、ブライとかさ、オーレンとかをあの中に入れてんじゃないの。まあね、9000円で1枚で売るよってことだからな。うん、だから、まあもうちょっと高いかもしんないけどさ、うん、1、2パぐらいで。微妙やな。1、2パ。たまに1枚オーバーあるでしょ、まあまあ。118とかなんかなかった、そんなの。あったっけな、うん。わかんない。なんか僕あった記憶があるんですよ。あ、翼がそうなんか、手出さない。やらねえからわかんねえけど、はい。でもなんか、最終売るんじゃねえかなと。売るんかね。思いません、ね、なんとなくここの、だってクソ運営よ。まあまあまあ。あんまり。うん。なんかだからそれ待っててもいいのかなとか。まあね、ちゃったんですよね。面白くないか、まあ面白い人もいるだから分かんない、理解ができないですよ、これの面白いよ。だから何にしてもとりあえずスコアをどやりたい人たちだけが一生懸命やってるわけでしょ。まあそういうスコアタック好きな人はね、うん、一緒やってる。でまあどやんない人もどやんないで、ただ攻略好きな人が一生懸命やってるわけでしょ、うんうんうん、でそれ以外何をしたらいいのって話だよ。うん、なんだろうね、全然面白くない。ああね、なんだか分かんない、十何ステージもある割にはさ、結構序盤からきちいのよ。そうですね、結構むずいよね。うん、まあ長い目で見たコンテンツと考えれば、ね、うん、まあ別にね、あのなんつうの、開花を一から登ってんのと同じでさ、まあね、あ、いいのかなとは思うんだけど、はい、うん、ただなんかやっぱりさ、そのね、キャラをゲットするって結構貴重なことじゃん。まあ新キャラはね、うん、だからなんでガチャにしないのかなって思ってもうガチャでよかったんじゃねえか。4周年に新しいコンテンツってね。そうだからなんつうの、まあコンテンツ作ったのはいいんだけど、もう一回見直してさ、うん、やりたくない人はこのガチャどうぞにしちゃえばいいんじゃない。でもあのその金出してくれない人はこっち頑張ってる。そうそうそう、まあまあ確かに別途だとね、うん、まあそれはあるかもしれない、ね、うん、だからまあ今後さ、まあ通常のさ勇者のガチャとかもそうですよ。ガチャをやりたくない人はこのもうなんかもう鬼畜ぐらいのさ、うん、もうこう何度用意してさ、もう無課金の人は、うん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 、頑張ってくださいよ、まあね、やれるもんならやってごらんなさいと。そしたらただ手に入りますよ、これでいいんじゃない。まあそれは割と、うん、ありかもしれないですね、うん、だからもうなんかそういう人もいるわけじゃん、はい、別に、うん、こんなね、なんつうのかな、努力してまでって思うじゃない、うん、だからワンチャンそういう方法でやるならそれで、うん、むしろすがすがしいというかさあ、そうきたんだねっていうね、うん、だからそれでなんか筋肉マンと同じじゃねと思うあ、そういうことなんかそう思わないですか。あ、まあなんか言いたいことわからんこともないな、うん、そもそもタクトの最初、またもうだいぶ古い話を言いますけど、ガチャ引くだけ引かさして、うん、あの筋肉マン状態だったんですよ、うん、やることないじゃん、はい、それで有名配信者さんが一回やめてますからね。やめてますね、うん、だから今筋肉マンのそれじゃない簡単に言うと。まあね、ぶっちゃけそうよ、うん、でもまあなんか初心に戻るじゃないけどさ、うんうん、こんなめんどくせえことやるなら僕はガチャでいいんですよ金使ってでも出なくても何にしてもこのコンテンツをやるごとにこの武器だなんだとさ、うん、これがめんどくせえのと、うんうん、で個人大会も入ってたじゃないですか。ありましたね。もう何つかまあの赤い画面かぶって銃ね、あの重なってますよっていうあの赤い画面見るだけでゲボが出ちゃうやることいっぱいある。あれなんて書いてあったっけあそこ。なんだったかね。なんかわかんないけど、なんか書いてあるよね。うん、なんだっけな。ちょっと赤くて見にきいけどさ、あの画面見るだけでもゲボ出ちゃうんですよ。ちょっと個人闘技いつものやろうと思ったらもう出てやがる。うん、もうそれがイラッとしちゃう。だからもうなんかいろんなものをあっちゃこっちゃやりたくないんですよね。うんうん、うん、だから本当にもう何度も言ってるけど、そのコンテンツごとに動かさなくていいように。そうですね。だって考えてください。前にね、武器。うん、武器も戦闘力がついていて装備をしていないと反映されませんだったのが、うんうんうん、あの引退した
ね、戦闘力基地だった今日の今日さんがなんかずっとごちゃごちゃ言ってたのが反映されたのかよくわかんないけど、はい、うん、そういうことって大体あの人しか言わねえかなと思って適当に言ってんだけど、はい、もう持ってるだけでいいじゃんっていうね、これが反映されましたよね。そうですね。だからできないことはないでしょ。やろうと思ったの、ね、その箱の中だけで動かさせてくださいよと、うん、でそこでパーティー保存画面見たら全部別でいいじゃん、うん、もうね、僕なんかやっぱきっちり整理しようと思うと気づくと全部埋まってるんですよ、もう。なるほどね。リアタイとかやってると結局全部埋まってる。はい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 、はい、こうなっちゃう、わかんなくなっちゃう、結局何がなんだはい、でやっぱめんどくせえの、名前変えるのはね。うん、そうですね。で名前変えるのなんかこれちょっとガチでやってるみたいで嫌だなとか思って誰に見られるわけでもないんだけどまあね、うん、まあ翼なんかどうするのか、翼1、翼2とかにしてるんですね、これ。なんか僕はもうメラ1、メラ2とかしますね。あ、そうだ、目離れ、メラ1、メラ2、目離れ1、目離れ2とかなってるのは目離れだけ8個ぐらいあるかもしれないね。あ、本当だから本当にそれでいいじゃないって、はい、なんかこういうちょっとしたイラつきをさ、解除してもらいたいのと、うん、あと僕本当にこの間やっぱりなんか不意に気づいたんだけど、うん、キャラクタータップした画面から全てをやらしてくれよと思う。うん。ね、あれこのキャラクターって、まあもう例えば、パーティーに組んでるじゃないですか、一生懸命。うん、なるなるは何のパーティーしてんのかなで、一生懸命順番に組んでるじゃないですか。で、その時、あれこいつの特技いくつだったっけ、あ、強化してねえじゃんの時に、ここから強化させろ。ああ、そういうことね。あの画面に戻すなって。はいはいはい。もう全部まとめてさせる。またイベントってそこから行っちゃう。確かにね。全部振り出しに戻っちゃう。まあ、めんどくさいよ、それは確かに ね。あれ全部あそこでやれるようにしてくれると便利じゃないですか。めっちゃ便利よ。あの覚醒プラスから何から、もう全部、もうキャラタップからいけてくれたら。まあね。でもね、できないことないと思う。やろうと思ったら簡単な気もしますけどね。なんか今日はちょっと頼むよ、運営さん、どうかになっちゃって久々にね。ねえ、もうなんかもうネタがねえ言ってんのにお願いしちゃってる。だからね、ゲットする前にやめんじゃねえかも匂わしてんのに言ってるけど、これお願いしますって。でもやっぱなんか今更ながらそういうちょっと不便なことがね。なるほどね。あって、うん、まあせっかくだから言ってみようと思ったけど、まあ次回はもうちょっとさらにね、はい、もう本当に引退間近の動画を。モチベーションがなさすぎる。まあそういうことです。はい、じゃあどうもありがとうございました。翼チャンネル。チャンネル登録してくれよ。なな。チャンネル登録してくれよ。なな。